い、ということでですね、さすらい坊主でございます。ファーム生活2週間目なんですけども、風邪とかひいちゃいまして、今ちょっと声おかしいかもしれないんですけどね、プラムのファームに来ております。果てしない木の数ね、木の枝を全部プサーってね、プサーってきれいにする作業です。台に乗りながら、おお、ハンサムハンサム、これはあそこにいるんですか。プルーニングしております。多分これずっとやりますねこの機械でですね、こうやっていくんですけども、めっちゃ楽なんですけど、だいぶ飽きますね。もう初日30分で飽きて、どういうこと。まあとりあえずやるしかないんだよね。ただいま10時なんですが、初日終了でございます。マシンが壊れました。2日目でございます。今日は朝めちゃめちゃ寒かったです。大体5度ぐらいでしょうか。今日の機械はですね、昨日壊してしまったこれですね、ということでやっていきます。おはようございます。6時半です。3日目に参ります。6時半にね、車が迎えに来るので。できれい、ただいまこの刃が折れてしまいましたので、懺悔しに行きます。機械が壊れまして、これからまた帰ります。月曜にね、機械が壊れちゃいまして、水曜にも壊れるというね、悲劇が起こりましてですね、この仕事2週間続くって言われてるんですが、どれぐらい続くんでしょう、本当は。昼休みです。めっちゃ映えないこれ。めっちゃ映えるよね、プラム。イエイ。デイバイブです。ということでですね、全部借り終えました。あちらです。全部借りましたよ。こんな感じから、だいぶ頑張りました。2週間をですね、1週間にしたので、超気持ちいい、超気持ちいいな。これからまた仕事なくなっちゃうんですけど、達成感があるので良しとしましょう。素晴らしい。チャンネル登録